はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はですね、あのアップデートが入って、北摂浴衣組のねテーブルが元に戻りましたので、ちょっと今回も、北摂4人組を使ってやっていきたいと思います。まあ、前もね似たようなデッキでやったんですけれども、その時はね彼女キャラを入れすぎてちょっとデートがね消化できなかったので、まあ4人くらいが現実的な数字かなと思いますので、今回は北摂4人組の、デートで金徳を取っていきます。で、他の2人は、ホムラちゃんと雷で来ています。で、ホムラちゃんが通常バージョンなんですけれども、メカニクスの場合ってバージョン違いになるとロジカルマップも確か変わるはずで、まあ、バレホムラちゃんをね入れるとちょっとね評価アップのマスが消えちゃうんで、今回は、普通のホムラちゃんで来てます。で、雷はね、精神ポイントが足りなくなりそうなので雷を連れてきてますというところですね。で、北摂浴衣組のテーブルを改めて見ていきますと、まあ、一応35だと、タックの方が 50% で、ボーナスが6ついてやる気効果が75というところですね。で、このテーブルはまあ解放できれば解放するほど強くなるテーブルなので、まあ、レベル40までいくとイベントボーナスは 60% まで伸びます。で、45になるとタック70といったところですね。で、北摂4人組は結構デートがメインになるので、まあ、40以上の、ね、イベントボーナス60は、欲しいなというところ。で、まあ、もちろんタックの方も、ね、50から70に伸びるので、まあ、結構、ね、練習の経験点も上がりそうなんですけれども、今のところプラゴまで行ってるのがハッチと、アンパンちゃんで、リョーチンがねプラ4になってますので、まあ、イベントボーナスがね60まで行ってるので、まあ、これでやっていきましょうという感じですね。で、最初の練習は監督を上げたいよね。やっぱりデートをするんで監督の評価もね全然上げられなかったんで。で、通常イベントの選択肢は、まあ、監督強化が上がるものをちょっと優先的に選んでいきたいと思います。まあ、こことかもね本来だったらいいんだけど、やっぱちょっと監督は最初気にして、せっちゃんが登場したらせっちゃんの評価上げて、まあ、選手兼彼女組については、まあ、練習をしながら徐々に評価を上げていくという感じでやっていきたいと思います。で、ロジカルマップを見てみると、ここのね、評価アップがあるんですけれども、バレホムラちゃんを北摂4人組にプラスするとこの評価アップがまあ消えちゃうと思うんで今回は通常のホムラちゃんにしてますと。で、金徳はね、特にないので、まあ、ロジカルマップはねまた経験点メインでちょっと取っていきたいなと。ここはまあ20あるし、こっちで1回やりますか。監督はだからね4回くらいちょっと練習しておきたいよね。で、せっちゃんが出てきて、ちょっと体力が少なめかなと。コツはあるね。あー、 11% か。特にメンタルにいいのが来てるわけでもなく、監督もいるのか。どうしようかな。俺的にちょっと守備職人はねコツとして取っておきたいんだよね。ちょっとやろう、11。よし、お、来た来た来た、いいね。でね、雷はね俺は本当に好きです。やっぱね精神キャラで、でしかもパワーヒッターとね早球チャンスとか、まあ、普通の野手にする場合はキャッチャーが邪魔ではありますけれども、まあ、コツも優秀だし、ここいいな。で、45になれば試合経験点ボーナスもついたりするんで、かなり愛用してますね。普通の野手で使うときも。これはせっちゃんでいきましょう。やっぱりクリスマスはね、せっちゃんがいいよね。よし、ラブパワー。で、コンボですね。もうコンボとかね見ないと分かんない。これ誰だ、ハッチとリョーチンか。ちょっとコンボを見ます。ハッチとリョーチンのやつか。混ざってハッチ、混ざってハッチにしよう。混ざってハッチにして
ちょっと珍しい対左を取りに行きます。で、体力減ってるんでこれは受けましょう。まあしょうがない。一応あれもね、成功失敗があって、まあ、成功すれば体力を回復しつつポイントがもらえるというところではあるんですけど、まあ、ホムナちゃんもね、ほんとイベントが短いっていうのがすげえ助かる。しかもイベントの内容も優秀だしね。ここはどうしようかな。一回監督が81か、ちょっと監督評価上げていこう。お、せっちゃんの告白が来た。いいね。せっちゃんはね、ちょっとイベント内容が多いからね、彼女キャラにしては。そしてね、金徳が不確定っていう、そこは結構辛いよね。うん、どうしようかな。雷も評価ちょっと上げていきたいんだよね。ここはポイントをちょっと取りに行きながら、上限アップはいるかな。精神は足りなくなりそうだからな、ちょっと回収しておきたい。雷の評価上げよう。で今度はせっちゃんとちかちゃんか。せっちゃんとちかちゃんね。ちょっとどこだ、チャレンジ精神これか。務まる固め打ち、務まらないチャンス、この俺の成功でパワーヒッター、失敗するとムード×と。まあパワーヒッターね、雷ちょっとだけコツが安定しないので取っておきたい気もするけど、固め打ちにしようかな。務まる、ホムラちゃんもね固め打ちは持っているんですけれども、どっちかっていうとホムラちゃんの方がコツの数は多いんで、まあ、安定感がないのでここは監督プラス両チンかな。チャンス、チャンスはこれでホムラちゃんのがもう一回来てくれれば5になるんで、それはそれでいいんですけど、ここはデートしておきましょう。あ、そうかそうか、あの評価の表示の仕方もちょっと変わったみたいですよね。多分感覚的に見てみるとエピローグマックスになると星が全部たまるのかな。で完全に評価がマックスになると、なんか星が光るのかな、なんかそんなような表示だったよね。雷ちょっと上げとこう。ロジカルポイントもここは美味しいんで、でちょっと溢れそうだね。金徳があるわけじゃないので条件は放っておいて、右へ行くにはこの総力プラス4を取らないといけないけど、なんか右で欲しいのが特にあるわけじゃないからな。筋力ポイントとかね取っておきたいんだけど、パワー3か、ちょっと基礎値を上げてから進めていきたいよね。そうすると、まあ、この精神とこの技術を取っておきますか。で選手権彼女キャラは星4までいかないとあれかな、告白には届かないかな。ちょっと上げとくか。よし、監督評価も上がってきた。でボケ合戦、これはハッチのやつをちょっと見て、どれだ、これか。アメリカ流し打ち、ヨーロッパ意外性、どっちにも彼女がいるとちょっと下がる。流し打ちかな、芸術的流し打ちのちょっと骸骨を取っておきましょう。でタックができるようになってるけど、ここは美味しいね。そうだね、ちょっとここやってから少しデートを進めていくか。まあ、ロジカルが溢れそうなのでパワー少な、少しでもパワーを上げて
少しでもパワーを上げてロジカルマップのパワーを上げよう。これで筋力が取れるようになるんで、まあ、タックはね来てるけどね。りょーちん告白が来たらせっちゃんより評価上がるな。せっちゃんとのデートを進めていくか。でこれは距離を伸ばして経験点も取っていきましょう。評価も上げつつ。でコツ、うん、ホムラちゃんのコツか。ホムラちゃんのコツはなんか絶対欲しいっていう感じでもないので、まあデートするか。ちょっとねデートも先行してやっぱり進めていかないといけないんで。でまあ最初のうちは4回くらいまででとりあえず止めておく。雷ハッチ10か、まあ、スカートさんもよろしくお願いしよう。ロードワークに出るとせっちゃんのイベントが進んでいくな。プロテインどうしよっか。やるか。やる気は下がるけどまあデートするんでね。24チカちゃんの評価も上げつつロジカルマップを進めていきますか。とりあえず筋力を取っておこう。24すっげえ溢れそうだな。で守備職人さっき取ったよね。守備職人は全然3で掴んじゃっていいので体当たりはもう取っておくでしょ。一応ムードも取っておきますか。忘れるからね。チャンス、まあこれでチャンスは5になったか。これは何がいいんだ。勝負にしとこう。精神がもらえるのか。結構いいね。でまたコツが来てて、あー雷はねパワーヒッターあるんでちょっとやっときたいんだよね。どうしようかな。どこだったっけ練習。走塁か。走塁だったらブーストかけてもよかったけど、序章取る。せっかくだし。で逆境のコツも取っちゃおう。敏捷か。結構いいな。今回に関してはね結構ポイントが欲しいからね。ポイントっていうか経験点。あ、来た。よし、ありがたい。そしてここ、うわー、サプリ癖ついた。最悪だ。どうする。また雷来てるね。ただパワーヒッター最悪の3はつかめたからな。どうしようか。チャンスももうつかんであるからな。送球欲しいっちゃ欲しいけどキャッチャーをくれる恐れがあるからな。この筋力をもらっておく。ちょっと下に進めていくか。ミートを上げていこう。ミート何が足りない。技術が足りてないか、まあ、D にしておいて、でミート3上げましょう。お、筋力があるね。コツは対エースか。で評価的にはもうみんな問題はないんだよな。クリスマス前だから練習したいっていうのはある。サボるな。よし、サボられるとマジできついからね。あ、告白が来た。これ大丈夫せっちゃん。まあ受けよう。いやちょっと怖いな。だよね。そうなるよね。まあそれでもちょっとポイントは上がってる。これ怖いよな。一応監督許可でももう120超えてんのか。いやー通院しよう。一回治れ。よし、荒領事どうしようか。これ体力を回復する必要もないし、チームメイト評価も上げる必要はないよね。一番下にしとこう。経験点的には悪くないんで。いや、せっちゃんデートを進めて、せっちゃんと過ごしたかったけど、まあしょうがない。そこはしょうがない。
で、じゃあちょっと進めますか。せっちゃん3回目で、まあ兵なりにして、ここでね、一応筋力要因で東条を入れると金徳がね1個出てくるんですけど、どうしようかな。補給、こっち何があんの。安類男と窮地か。まあ欲しいといえば欲しいな。コツも結構欲しいからね。あ、いや、タイエースもらっとこう。で、競争心もらっとこう。競争心あるのいいね。なんか今更だけど。切磋琢磨もね、結構精神ポイント使うからね。これは普通のホムラちゃんで全然良かったな。で、4回目まではちょっと終わらしちゃおう。で、ここも精神を取っていくんで、早飲み、まあ、これ受けないや。練習は見ておきますかって言ってもなんだよね。チカちゃんデートを進めていきましょう。デートを進めていくうちに他の人の告白が来てくれればいいんだけど。はい、来ましたね。付き合おう。お、あー、でも、あ、これでマックスになってるよっていうことか。色が変わってるんで。コツどうしよっかな。りょーちんって何のコツがあるの。他にちょっとみんなのコツ見ておくか。粘り打ちと内野安打、まあ余裕があったら。守備職とチャンス取ったからバントも特にねいらないしな。キャッチャーと意外性なので、まあこの3人はもう特にコツを狙っていく必要はなさそうだな。まあ取れたら取れただっていう、まあ、そんな感じでいきましょう。小村ちゃん一応固め打ち、もうちょっとコツレベルを上げておきたい気もするんで、まあ、いっか、ポイントでも。で、ここは練習優先にして、経験点を取っていきますと。で、2月の1週、バレンタイン前ではあるので、まあ、ちょっと、体力を消費しておきますか。ここのコツは、あ、走塁か。肩ブースト、今なんだっけ。走塁か。走塁ブーストは特にないよね。まあ、ポイントをちょっとかき集めるか。技術で、練習して、あとはちょっとここからはデートメインでいきますか。まあ、せっちゃんもねポイントをくれるキャラではないんで、バレンタインで。よし、デート進めていきましょう。なんかハッチが真ん中に来てたな。まあどっちでもいいんだけど。出ると、これでせっちゃんは普通のイベントが終わったかな。もうちょっといいや、練習見ないでデートをどんどん進めていきましょう。まあ、ポイントもね40超えてくれれば全然いいかな。で、これも進めていくんで、まあ、体力回復のねイベントではあるんですけれども、飲む。一応体力最大値を上げておきましょう。空デートが怖いんでちょっとひたすら進めていきます。練習優先、これで福井部が終わりかな。結構ポイントくれるよね。70近くくれるか。ちょっとコツがあるんでこれは見とこう。いや、タックプラスコツが重なってたらやりたかったけど、まあ、この場合はデート優先でいいでしょう。で、ハッチも一応4回目まで終わらせておいて、まあ、井戸端が来たらね、ちょっとリカバリーのために1回ずつ残しておきましょう。
で、コツの時は一回見て、まあいいや。ロジカルマップじゃなくて、お出かけで、今度は、チカちゃんを進めていきますと。せっちゃんがそもそもまだ、マックスになってないし、ここどうする？コメディにしよう。体力アップはもういいかな。で、まあ、まだ溢れないよね。試合っていつあるんだっけ？試合に勝つと20ポイントもらえるからな。それはそれで。一応消費しておきたい気がする。あ、来た。使っとけばよかったか。3月の3週か。ここはコンピューターに任せましょう。試合前にね、ロジカルマップを使うことはできないので。弾道3に上げて少し揃えますか。 D くらい、オール D くらい。臨床がやっぱちょっと足りない。パンは C まで持ってくか、せっかくだから。精神はね、今のところちょいちょい入ってきてるから足りなくなりそうなイメージはないけど、金徳がな、結構使うんだよね。やっぱり精神的支柱も結局精神系だし、切磋琢磨も精神使うし。おう満タンになった。で、りょーちんの告白が来て流れに乗りましょう。ローボール来た。150か、結構でかいな。45、よし。これ何？ 8 上がんのか。55必要だね。取れないからな。こっちまで持っていくのは、でも満塁男取りに行けんのか。そこまでの余裕はなさそうだけどな。まあいいや、まずはデートを消化する。これだな。チカちゃんが4回目。今のところ空デートはなしと。で、20もらえるのか、結構でかいな。雷か。4月の1周でしょ。あと何回必要？最低でも5回、6回、7回、8回。2ヶ月丸々使う感じか。1回ずつ残しても4回だからね。進められるところまでちょっと進めておこう。怖いからな。で、ここはマスが開くんだよね。マスが開いてブーストとかどうしようかな。特に開けたいマスもないんで、まあ、悩むは悩むね。まあ、適当にでもブーストかけられるところにしておきますか。意外して一応あれも何パターンかに分かれるよね。雷のコツか。一回練習しとく。練習しよう。パワヒはね、5で全然いいんで。キャッチャーか。まあそうなるよね。これもまあ開くやつだよね。じゃあここにする。肩ブースト、精神ブーストにいける。ちょっと道を切り開いたけど。で、ここは完全にコツだよね。逆境を取った満塁男もある。プルヒッターはいらない。粘り打ちいらない。じゃあ経験点にしとく。経験点にしとくとハッチなんだよね。プルヒッターか。どうしようかな。広角打法ってこの編成だと取れないのか。いや、ちょっと経験点でいきましょう今回は。で、両親のコツは特に今のところはいらないので、デートを進めていきます。井戸端が来るんならね、やっぱり早めに来てもらいたいよね。
リカバリーが効かなくなるんで。お、小村ちゃん、ようやく終わったか。バイト頑張ったな。だいぶバイト頑張りましたね。まあ、それかやっぱ部活とね併用だからね、なかなかバイトに行けなかったのかな。部活しながらバイトってきついよね。結構もらえるね。敏捷44、技術44か。やっぱりイベントボーナスがね上がってるのがかなりでかい。エピローグのねポイントも上がるんで、まあ、前回よりは経験点は伸びそうかな。でここはもう体力はあるんで、まあ、コツをつかみつつ。おお、いいね。6868か、ほんとでかいな。ハッチ、ちょっと待って、ハッチのこれはイベントがわからん。どれだ。え、俺が行く成功で走塁、失敗しても体力は減るけど経験点はそれなり。え、俺も行くだと内野安打か、内野安打コツ1でもいいんだ。走塁3、敏捷どうだろう。いやでもこれ成功すると結構でかいぞ経験点が。俺が行く。逃げられたか。しょうがない。100くらいねなんかもらえる感じで書いてある。でお出かけデートで、あーもうあれか、大丈夫か、大丈夫かっていうか、ポイントをじゃあせっせこせっせこ貯めていきますか。筋力かな。でこのコンボ、喧嘩するほど仲がいいと。早急プレッシャーラン、場を和ませるとエラーがつく可能性があるんで2人を止める。ロジカルマップでまたちょっとブーストかけられるから一応練習は見ておきますか。走塁ブースト、敏捷ポイント150。何がいいかな。筋力でももらっとくか。そろそろ試合が近いからね。あれ今ダブルタックだった。そういえば、いやもう6月に入るね。一応やる。あ、失敗した。割と通常イベント失敗してんな。取っておく。これは6月に入ったら少しデートも気にしていきたいんだけどな。まあ、井戸端ね起きなければ起きないでそれでいいんだけど、ここはどうしよう。ちょっと待ってね、またイベントを見つつ。金魚すくいで競争心、花火で流し打ち、屋台でムード。ムードはもう特にいいや。金魚すくいか流し打ちか競争心。技術大丈夫かな。金魚すくいにしよう。金徳も手に入るみたいだけどね。競争心でロジカルマップで競争心はでもこれで取ってあるから、技術をちょっと回収しておこう。でコツがあって、雷か、これ結構いいね。あー、ここだな。早急コツがねもう一回欲しい。よし、これで4だよね。いや、糸端が来ないな。ちょっと怖いな、本当に。いっか。せっちゃんは残しておこう、ちょっと。デート練習、デート練習くらいで行きますか、こっから。あ、ここはまた、あれだね。リュウジ君の様子を見て
皮ひたをここで掴んじゃいましょう。でここは、浴衣りょうちん、浴衣イベントのりょうちんは、射的で固め打ち、輪投げでアウトコースが結構珍しいね。肩抜きでポイントがもらえる、まあ、体力も回復するんだけど、ここはアウトコースにしとこう。結構敏捷がいっぱいになってきた気がするのでさばいておきましょう。800もあるし、あれいつの間にかこんな溜まってる。ちょっとオール C くらいに一旦揃えられるかな。やっぱ精神足りてないね。そうするとやっぱり精神足りない。もう早急は掴んじゃおう。でパワヒも掴んで、意外性も読んでいいでしょ。初級はせっちゃん最悪失敗する恐れがある。で逆境も取る。ローボールヒッターは精神使わないからもう OK でしょ。アウトコースも精神は使わないで、切磋琢磨、あやっぱ4の1でも85か、結構使うね。でここは練習しておきますか。じゃあ小村ちゃんか、雷か、溢れるか、技術だね欲しいの。そうすると総力とか意外に足りたな。筋力ブーストとかは、打撃ブーストとかないからね。じゃあポイント回収にしますか。筋力これを取っとこう。よし、これでいきます。キャッチャー、あれもうキャッチャーだけ、しかも失敗しやがった、まあ、失敗しても金徳は取れるんだけど。でお二人目も終わらせますか。りょうちん、これ7月に入っての井戸端が来るときついよな。芸術的流し打ち、これまだ終わってなかったんだ何にも増えねえし。でチカちゃんも終わらせちゃおう。珍しく空手とかなかったな。あ結構くれるね、結構くれる。でサクッといって、精神的支柱はちょっと欲しいんだよね。やっぱりチームの打撃力が上がるんで取っとこう。精神が足りないってか敏捷本当にあるな。いや A まで上げちゃおう。こうデートでね、どういう風に経験点が入っていくのかっていうのを全然把握してないんで。あとはな、広角打法が取れればねいいんだけど、だからね東条入れようかなともちょっと考えたんですよね。東条入れればねだいぶ筋力は稼げるんで、うまくいけばチカちゃんとのダブルタックも発生するし、まあ、コツがいいよね東条は。パワーヒッターと広角打法だけっていう、本当に安定感が高い。でしかも今回東条もねイベントの内容が良くなってるんで、まあ、金徳の成功率も上がってるっていうのがでかいっすよね。ゲーム7月の2週なんだけどさ、1回マックスにしとく。これ多分これでマックスになるでしょ6だから。でコツ、大丈夫、井戸端来ないとか、来ないとか相当レアだよね。おし、とりあえずは一級入魂つかめたね。せっちゃんはね成功さえしてくれれば骸骨もね自分で取れるんで、流し打ちは取っちゃおう。
でメッタも取って一級入魂、まあ、それでも結構高いよね。いや最後の最後に井戸端来たらきついよ、本当にきつい。セッチャンの評価を戻すのがめんどくさいんだよね。メカニクスリードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で岩谷、マグロって球速150も出るんだ。普通に考えると結構強いね。リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームラン打った、これが強烈宇宙間。やっぱりね、広角方向に飛んでくよね。リードで迎える8回です。単純に振り遅れてるだけなんだけど、初球打った、アウト。そうそう、雷がね試合経験点持ってるんで。ちなみに糸端って前イベ後イベ、前イベだったらもう完全に終わったよね、まあ、評価アップ使う機会はなかったけど、まあ、それはそれでいいでしょう、別に保険的な意味なんで。守備か、守備ってブーストとかあんの？あ、あるね。かけちゃう？どうせだったら。これでも45使うのか。でも敏捷ポイントって結構余ってるんだよね。 A まで上げたからな。かといって取りたいものがあるわけではないので、ブーストかけるか。技術ポイントちょっと欲しいんで行きましょう。70くらいは手に入るか。よし、井戸端起きなかった。珍しい。まあ、それはそれでいいんだけど。お、ここいいね。肩ブーストとかってあったっけ？なんかあった気がする。お、あるあるある。かけてこう、ここは。肩ブーストプラスコツ。結構おいしいな。粘り打ち。で1球入魂を取れば、あとはホムラちゃんだけ。精神だね、やっぱり。対エースはまだ最後にくれるんで取っておくとして、本塁生還はもうもらっちゃおう。対左ね、対左は精神使わないっていうのがいいよね。まあ、一応1で掴んで、チャンスもちょっと試合のために1もらっておこう。で盗塁は掴もう、せっかく足速いから。でさらにまたエピローグポイントでね、みんなくれるんで、これなんか悪くないんじゃないか今のところ。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で岩谷、今のかなり狙い球だったんだけどな。ボール大きく外れました。カウントは2ボールノーストライクです。あ、そういえば音楽変わってるね。なんか追加されたみたいだよね、このブラスバンドっていうの。点が。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは岩谷。うわー、正面に飛んでしまった。メカニクス、この回はクリーンアップからの攻撃。周囲のうちになるべくホームランは打ちたいけど、完全に振り遅れたな。やばい、ここ取っとかない、最低でも取っとかないと。先頭バッターは3番岩谷。落ち着いていこう。ああいう変化球にはまずは手を出さない。これだ。あと俺まで回してくれ。あ、勝った誰さよなら決めたの。いや、ちょっと危なかったね。守備22か、結構いいね。いや、タックもやっぱり70まではあるんだっけ。違う、両チーム70ないや70ないけど、それなりの経験点だな。やる気効果75が2人かぶってるからか。総力とかなんかこれ取ればさ、 S まで持っていけるんじゃないかってちょっと思いつつもあるんだけど、どうしよう。走塁骨か、これなんで取れないの。あ、これ取ってないからだ。結構走塁骨欲しいな。満塁男呼吸値、こっちまで伸ばせる。呼吸6か、結構いいな。今精神ポイント足りてないからね。軽いやつにブーストか。
あと練習2回か。かといってな、次練習できる体力が残ってるわけじゃないから、ね、初タックか。あと練習2回って実質1回か。ロジカルマップを使えるのは、精神がちょっと足りないな。まあミートアピールできたからね、割と節約はできてると思うけど、いやそれでもやっぱ精神足んなくなったね。だホムラちゃんのそうするとやっぱり競争心のコツがかなり効いてるな。開骨4まで持っていけたのはでかいと思う。投げました、あーっといった、こんな真夏にね浴衣着るのは暑いよね。もう俺は浴衣を着る機会がないけど、なんて言ったって祭りに行く女の子がいないから。今日4打点を挙げています。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、めった打ち、打ちました、痛烈。メカニクスリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で岩谷、今日はチームの全打点を叩き出しています。投げました、もう全力だったとかもね、別に黒金で入れても大したことないし。90か、やっぱり試合経験点ボーナスってでかいよね。あれここでアップデートすんの、特にって感じなんだけどな。なんかあるこれだーっていうのが、どうしようかな、これしとく。技術150か、よし精神をゲットで、もうここが最後になるんで30。なんかある、普通に総力上げとく。精神ブーストっていうのもありだな。精神何人いた、結構いるね。どうせ最後精神やんなきゃいけないからな。よしこれにしよう、少しでも精神ポイントを稼ぐ。40-40、結構でかいね。よしよしよし、いいな。これ1人につき10ってこと、それともあれかな、やっぱり人がいっぱいいればいるほどこう伸びがいいっていう。ちょイベキャラがねいた方が伸びはいいと思うんだけど、ちょっと B までには持ってきたいな。うわ本当に B 賞余ったな。オール B くらいまでは持ってきたいね。一応今回ポジションショートなんで、ある程度の基礎力は上げていきたい。1球バッター岩谷、第9投げた、打ちました、初球ちょっとだけ振り遅れた。メカニクス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。ドウベ君も打ちやすい方ではあるんだけど、打ちました、痛烈、いった、はい。メカニクス、ちなみにこのマントルとかってなんか元ネタあんの、別の作品で出てきたとか、それとも完全にオリジナルかな。メカニクス大展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1。よし、オッケー。それプルヒッター取ってないよね。筋力もな、余るって感じではなさそうだけど、ただパワーヒとかはもう掴んであるからね。エピローグポイントでどこまで持っていけるかといったところですね。ドラフトは1位で、せっちゃん100は超えますと。でここら辺がどんだけくれるの、まあまあまあか、ちょっと偏ってるからね。こいつ便所いっぱいくれるってわけでもない。もうくれ方がわからん。精神欲しいのに精神くんないなこいつら。よしで気迫ヘッドは全然楽なんで、まあ8000は超えましたねと。
で、敏捷、マジで敏捷余ってんな。プルヒッターせっかくだから取っておくでしょ。で、粘り、規約エッド、取れるものは取っていく。対イエス。かく乱取っとくか。さばくために。あ、冷静が来てる。冷静が来てる？あれ、これ前あったっけ？これ冷静来てるってことはさ、ちょっと佐伯さん期待しちゃうよね。マジか。佐伯さん来たらこれガチで引くんで、ガチで取りに行きますよ。8月26のパワープロの日とか、マジかーってちょっと思うんだけど。佐伯さん、本当欲しいよな、PSR。敏捷だね、敏捷。敏捷をさばいていきましょう。内野安打、直取りしよう。あとは走塁系か。まあ、どうせだったらまず、敏捷を S にして、ああ、でも、肩と守備を上げたらそれなりになるか。ミートは A にしよう。対左、まあ、せっかくだから取ろう。アベレージヒッターはちょっと直取りできないかも。バント。さよなら。まあ、こんなものかな。あとは基礎能力をまたちょいちょいちょいと上げて。大体でも取っとく。悪球児もなんかすげえ。バランス的にポイントいいから取っとこう。これでいいか。はい、というような感じでしたね。今回ちょっと敏捷がね、だいぶ余ってしまった感じはするんですけれども、まあ、やっぱりね、浴衣娘のテーブルが、まあ元に戻ったんで、まあ、それなりにやっぱり伸びますね、というような感じで、まあ、ちょっとね、最後の特能画面で、まあ、冷静っていうね、佐伯さんの金徳、なんだっけ、明鏡止水の骸骨があるので、ちょっとね、佐伯さん、期待しちゃいますけれども、イベキャラ化した時には、ガチで取りに行きます。まあ、これでね、サクチャレとかの報酬になったらね、超きついよね。特攻キャラがどうなのかにもよるけど、あの明鏡がね、あの配信が決定してるんで、なんか明鏡高校のサクチャレ報酬とかになったら、これはこれでかなりヒートアップしそうなイベントにはなりそうですけれども、まあ8月26のね、パワープロの日っていうのも控えてるので、まあちょっと期待感は高まってくるところですね、というような感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。